こんにちは。先月無事に大学を卒業して、4年間のサンフランシスコでの生活も無事に終わりました。で、今日はちょっと実験してみたいことがあって、実はホットスーツっていうトレーニングの時に着る、まあ、汗がたくさん出るような服があるんですけど、それがちょっと家に届いたので、それを着てみるというのと、いつも月、水、金、日でやるトレーニングをやってみたいと思います。で、これがホットスーツです。結構伸びるし、着心地もいいんですけど、もうすでに結構暑いです。今日はまず懸垂を10回、腕立てを40回、そしてトレードミルで1分間スプリント。で、これが1セットで、計5セットやります。今これトレーニング前の体重が 85.4 キロです。で、今からストレッチとウォームアップするために5分ほど軽いジョギングをしたいと思います。たった今時速9キロのスピードで軽く5分間ジョギングしたわけなんですけど、結構もう汗かいてますね。で、早速サーキットの1セット目をやっていきたいと思います。2セット目が終わったんですけど、汗の量が半端じゃないです。3セット目からはちょっとこのフードもかぶってさらに追い込んでいきたいと思います。汗の量が半端ないし、これ多分動画だと分かりにくいかもしれないですけど、やばい、もうこれいっぱい汗が垂れてる。見て分かりますかね、このなんていうの、もう海の中に絞っています。やばい、これ全部汗だ。全部汗です。結構だいぶ汗かいたんで、ちょっと体重測ってみます。トレーニング前は 85.4 キロでした。で、今は 83.9 キロ。体重が 1.5 キロ痩せるということが分かりました。で、ちなみにトレーニング中もずっと水とかは飲んでるんで、
汗で失われた分の水分は一応補給しているつもりなんで、だいぶカロリーを消費したと思います。ここからは結構天気がいいんで外でトレーニングしたいと思います。